今回、大島紬の、地元の方々から少しずつ分けていただいた、残り布を使ってるんですけれども、実は今回3回目なんですね。で、一番最初の2003年の時にいただいた布から出来上がった継ぎはぎ布で、その後昨年ですけれども作った継ぎはぎで、今回は最初、それから2回目、それから今回いただいたもの全てが使えるようにということで、一つ一つのユニットもいろんな形のものを作ったんですけれども、その中でもドロー大島のものだけをより集めまして、でもうあらゆるサイズのものを使えるようにということで、構成をしています。大島紬はもちろん黒もすごい魅力ですよね。で、やっぱり日本人にはものすごく似合う色なんだと思うんですけど、それだけじゃなくて本当に張りがあるのに柔らかい、そしてシルクですからドレプセも あるし、それであったかいで軽い、こんな魅力的な素材はないと思うんですけれど、ですから例えば大島紬の同じ技法を使ってちょっと太めのシルクの糸でかすりを作ってみるとか、それで折ってみるとか、そしたらもしかしたらコートだとかジャケットだとか着物だけの用途ではない広がりが出てくるんじゃないかなと思って、とても期待しています。